よし、じゃあルリア助けに行くか。待っとけよ俺の女何ここ。鍛冶屋に新たな機能が追加されてました。新しい機能が追加された施設のアイコンには、更新マーク表示されてる。超便利じゃん。あれここってローランさんのあの最初あったとこじゃん。ってことはさ、ちょっと待って、俺ちょっと一回やりたかったことあって、いやまずね、ロゼッタさん、なんだっけ、何か考えがあるみたい。あのまず喋るんだ。まあ、ちょっと喋ろっか。じゃあ とりあえず全員と。ロゼッタなんかシャドーバーにまだ実装されてないっぽいね。どこか具合が悪かったりはしない？めちゃくちゃ気使うやん。あ、ちょっとお腹空きましたね。はい、少しお腹が空きました。はい、よかったらランチ一緒にどうですか二人きりでできれば。その感じなら大丈夫そうね、うん、とにかく大丈夫らしい。団長さんの体に異変がないか確認しておきたかったの、はい、一応あの鎧脱いで見てもらったのがいいんじゃないか。これ、はい、急ぎましょう。私たちのお姫様を助けに行かないと。せやな、ちょっとルリアが本当に今心配だからな。とんでもなくエロいお姉さんに誘拐させてからね。何、今頃何されてるんだっていう。あ、待って、なんか最近や なんだろうな、最近やってるゲームの大体がこうジャンプしてスペースを押すとこう羽が生えんのよ。羽だからそのパラシュートみたいな羽生えてこうふわーっていくからさ、その感覚慣れてるとここでこういう動きになっちゃうんだよね。あ、なにこれ、決まったみたいだ。いいよ、よろずやじゃん。いらっしゃい。ちょっとなにキャラクター隠しチケットって。あ、こいつシャルロットちゃう、このチビの。ほらシャルロットや、あのロイヤルの3コス23進化したら全員ダメージ効かなくなるやつ。ガンダゴーザ来た。え、なにこれ。あ、フェリア。あ、ナルメアのバンプの副手入るやつ。フェリアのネクロの3回コードのやつ。え、ランスロットってあのあれじゃん。え、待って、ベイン、ランスロット、パーシバル、ジークレードって。え、こいつらみんなあの、なんだっけ、ロイヤルのあの、スペルから出てくるやつ。いや、カリオストロ、あれ CV、丹下桜さん。ゴールドのあの、ウィッチの。あ、このおっちゃん知らねえわ。いや、ゼタもいる。バザラが、いや、バザラガも確かこいついたぞ。こいつネクロでなんか一生復活するんじゃなかったっけ。ヨダルラーハだけ多分シャドバになってないんだよね。多分だけど。え、これ何、どうやって解放すんの。え、俺まずカリオストロ欲しいわ、普通に。あ、こいつ何、不老不死を追求した結果定期的に体を取り替えている。自分の好みで体を好き勝手に作る。なんかこいつ男なんやったっけ、ほんまは。いやでもね、俺本当にカリオストロ好きなんで。ミミックドール、なんかよくわかんねえや。ただ残念なことにキャラクター確保チケットがないんで普通に無理っていう、普通に無理らしい。え、ガンダゴーダとかって何、味方なあいつって。あ、団長、いいよ。ねえ、覚えてる？うん、ルリアとの約束。どんな約束やったっけ。今度お化粧のやり方、あ、ロゼッタから一緒に教わろうって言ってたな。うん、泣いてないかな。泣いてると思うけど。すごく不安だ。ただあのエッチなお姉さんがお化粧はめっちゃ教えてくれてたけどな。めちゃくちゃケバくなって出てきた、どうしようあいつ。元が可愛い子はさ、化粧なんてしない方がいいが。あ、なに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 、お話聞かせてもらいまして。何、盗み聞きしたの君。及ばずながら、うん、このシロちゃんもお力で。え、でもお前チケットないとキャラ解放してくれねえじゃん。こちらをお役立てください。じゃあ無料にしてよ。あ、あ、嘘。え、今もらったってこと。うわ、一枚もらえてる。うるる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 、どうしよう。でも待って、俺的にはカリオストロを解放したいんだけど、ナルメアもいいな。ナルメアいいな、こいつ。うわ、ちょっと待って、ナルメアとカリオストロの二択になってる自分の中で。こいつでも武器強そうだな。じゃあまずカリオストロから行くか。どうなの、仲間に加えたらいきなりこの輪に入っていけんのかな。あ、来た。え、めちゃくちゃ可愛い。え、こんなキュルンみたいな感じだ。やったー。カリオストロが仲間に。何、あ、一応ちょっと操作方法確認しよっか。実験に付き合ってもらう。出た、この声。こっちが本性なんだよね、確かね。錬金術の快さだって。はぁ、あ、はぁはぁ。攻撃苦しい後に、なんかちょっとやってみようか。コラプス。はい。めちゃくちゃ強くない？特訓っていうらしい、こいつ。かわいい。特訓の特訓ってこと？え？
しかも待って、こいつどんだけアビリティあんのよ。回復するぜ。回復も使えんの？残像も使える、デジェベも使える、リンクアタックもいけんの？まあ、とりあえず使ってみよっか。レベルも10だしね。オッケー、もう大丈夫。なんとなくご利用する気がしていた。うん、あ、広告可能なサイドクエストもなんかあるっぽい。これね、勝手に多分ミッションがね終わっていくんだと。ほらこれ、ありがとう。あ、しかも獲得の EP もめっちゃ、 ESP もめちゃくちゃ入るじゃん。いや、でさ、この鍛冶屋で武器をちょっと整えたいと思うんだよね。マテリアルを消費して、なんならもう武器の、そっか、エオスブレードなってんな今。エオスブレードレベル10だから、これ以上強化する必要なくない？でカリオストラちょっと強化しようぜ。うわ、でも待て、カリオストラレベル10やわすでに。ちょっと思い切ってパーティー変えてみる。なんかラカムとかも勝手にレベル上がってるよな。ちょっとラカムさん好きなんで、ちょ、今回ラカムさん使ってみようかな。強化して、何これ、試練のかけら。あ、これ使えるんだ。もういきなり使っちゃっていい、これいきなり レベル10にしていい。うん、はい、上限解放。あー、上限解放にマテリアルが必要って概念なんや。体力上げる、これ。いや、まだ上げれへんのか。あ、換金アイテム。これピカピカ結晶。これちょっと売ろう、これ。カタリナもちょっと強化しとこうか。7ぐらいにしとこうか。んで、お前パーティーちょっと編成しようぜ、これ。あ、こっから報告いける。めっちゃ便利。はい。カニの共鳴、リトルスニッパー、なんか、あ、カニの共鳴とか読まった。ラカムから強い闘志を感じる。ちょっと、ラカムに話しかけるか。ルリアなら、ちょっと男軍団も使ったら長いな。団長、わからん、そんな聞かれても。まあ、絶対助けよう。もう弱気になったらあかん。もう手遅れかもしれんけどな。一緒に旅してきた大事な仲間だからな。そうや。なーに、あいつのバハムとオランド、俺ら勝てへんから。グランサイファーならすぐに追いつける。グランサイファー治ったやんな。そして追いついたら、うん。一泡吹かせてやろうぜ。いけるかな。あいつらめちゃくちゃ強かったで。勝てるか、この戦力で。行ってやるか。じゃあ行くぞみんな。新しい仲間も増えたからな。そろそろ出航しましょうか。はい、行きます。僕はいつでも行けますが。神谷さんの声マジでイケボ。準備完了です。もう十分準備完了です。はい、では行きましょう。ちょっと編成も変えたくない。後ですごい看板が元通りになってる。おお、もうほんまやこんな綺麗に治るもん？なんじゃこりゃ。何この砲台。気に入っていただけましたか？砲台打ち放題やん。最新式のエーテル砲なんですよ。エーテル砲や。あんたの仕業か。こんな物騒なもん、グランサイファーには。お前ちょっと嬉しいんやろ、ラカム。これはですね、とある商人に実用試験を頼まれていたものなんですが、うん、フラグシップモデルの最新式でして、フラグシップ砲にエーテリアルメカニクスを採用し、エーテリアルメカニクス、めちゃくちゃ機械オタクやん。え、でもよくない、強化されてないから。これでもう普通に遠距離から人間撃ったろうぜ。ローランさんってああいうのが趣味なわけね。うん、ところで団長、ちょっと気になっちゃった。ヨちゃん、ルリアとの命のリンクは無事だろうか。あ、確かに俺はルリアとあれだ、生命を2つに分けて使ってるから大丈夫なのかな。ちょっとダメかもしれません。ダメかもしれません。うん、おいおい、不安にさせんなよ。元気そうじゃん。まあ、でも今生きてるってことは大丈夫なんじゃ。団長が無事ってことはちゃんと繋がってるってことよね。距離とかあんま関係ないやろ多分。逆に考えれば、うん、団長さんが無事なら、ルリアちゃんも無事ってことじゃない。確かにそうだ。俺が無事である以上あいつは無事。急に強気になったなお前。ダメかもしれないとか言ってたのに。ルリアをなんとかの巫女とか言ってたな。うん、傷つけるようなことはしねえんだろうよ。まあ何か必要なんだろうな、あいつの力が。そいつはすげえな。そうでしょう、そうでしょう。うん、そっちの話はまとまった？多分。このエーテル砲ってやつがとにかくすげえんだと。これ化け物よ、このエーテル砲。ローランドのにうまく乗せられているような気もするが。さあ、目指すはロンターニュ島。ロンターの町な。標的は教団の機関アムルターと。そうや、あの赤いやつ。ルリアちゃんを救い出しましょう。 いけるかな。ベンリアの兄ちゃんが仕切んのかよ。まあでもこいつが仕切るべきでしょう。甘え何でも屋さんやし、仕切り屋さんもやってもらおう。なんかでも雰囲気いいな。ロンターニュ島へ至る航路。え、なんかそのカリオストロの歓迎会みたいなの行われへんのこれ。あいつはしれっと戦闘にだけ追加される感じ。ちょっと編成どうなん、今変えれんのこれ。あ、変えれるやん。
ちょっと戦闘時723ですけど。え？いきなりレギュラーの座奪われるで、これ。私がついていこう。あ、カタリナさんも強くなってる。一応やるとするか。ちょっと今回この4人で行ってみようか。で、なんならちょっとプレイヤー変えようぜ。プレイヤー、仕切ってもらうわ。突然。もういいね、カリオストロー。こういう男らしいで、ほんまは。なんか、すげえいろんな、ラバールゴイン落ちてる。あ、もうこれ出発するでいいのかな。はい、行きます。いい流れに乗れてる。うん。全速で追いかけるぞ。いけるか。ルリアを救世の御事より。すごい。僕たちの元から連れ去って。なんでこれ宙に浮くんやろ。うん。教団の目的は一体何なのか。何なのか。この空域で何が起きようとしているのか。何を象徴しているのか。不可解なバハムートとフラカーンの暴走。これも何か関係があるのかもしれない。うん。僕たちはローランさんの情報をもとに。教団が向かったというロンターニュ島へと舵を取った。はい、その先で思いもがけないものに出会うことになるとは。この時みんなまだ知りませんでした。あ、え、もう早速、うん、来た。あ、すげえ、もう追いついてる。嘘やん、あいつらもう来たかって。びっくりしてんじゃん、あいつも。いけ、もう、あ、やべ、バレてる。どうするこれ、また撃ち落とされたら。いや、ちょっと、俺はもういきなりぶっ壊されてるやん。中も大丈夫、みんな。おいげのおっちゃんも、ちょっとまだ早かったかな、これ。やるじゃねえか、言うてる場合ちゃうで。何この戦闘機みたいなやつ。お、止めれるか。これは何、人間が操縦、これ戦闘機や。うわ、降りてきよった、こいつら。あ、やったやったやった、こいつらや。ルリアさらったの。随分と手荒な関係だな。どないしよう。全ては救済のため。いや、でも人間か、多分勝てるわ。多分勝てる、大丈夫。レベル8。すごい、なんか悪役みたいなセリフやな、こいつ。ほら、いけ。カリオストロめっちゃ強ない？なんか。だいぶでも火力上がってるや、武器の強化もしたし。撃ち落とせ。ほら。どうこれ。で、リンカダックもかまして。で、お前、デジェベがあるでしょ。ちょ、まず俺、もう、いきなりからアビリティ全開放するわ。もう、1から4、全部順番に押していく。回復もあるからね。ね、カリオストロさん最強やん。え、終わりも、なんだこれ。こけた木材。いや、終わっちゃった。なんだ、何あれ、何これ。そうしているとは聞いていたが、一教団がここまでのもの。これ何、ホッチキスみたいな見た目して。やべ、ってきました。ちょっと、どうしたらいい、みんな。おい、燃やされる。てか、もうぶっ壊されてる、早くも。それを使って応戦してください。せっかく直したのに。どこに撃つんだろう、これ。あれは誘導だ、あいつ。撃ち落とせませんか。やべ。クソ、なんでお前、あ、こっか。おい、急に FPS になった。大丈夫、 APEX で鍛えた AM がある俺には。リコール制御と AM がある俺には。ほら、最後あれや、偏差打ちでむず。やべ。なんだ、やったか。終わり？まだ撃ってくるやつ。ね、100ダメージ入る、全部で。嘘やろ。ブストリーで行くんか。あ、嘘。もう乗り込んだら、そのまま。あ、おら、行ってれ。大戦争や、おい。大戦争。ほら、もう全部もう。で、回復もばっくりかまして。リンカだけ行ったら。ほら。やばい、赤い船を見失うまで。ちょっとまずいかもしんねえぞ。おっしゃ、乗り込め。侵入されたぞ。ご利用しや。ドロイタバルサム展開。エーテル機関砲。で、これもぶっ壊した方がいいんじゃない？多分。これも壊しとこうぜ。ほら。まず1個。ちょっと待って、とんでもない戦争になってる。どうすればいいんだ。あ、強い。あ、待って、死ぬかもしれない。
これ以上侵入を許すな。待て、もういけもう全員もうなんかむちゃくちゃしてる、ぐっちゃぐちゃにしてる、もうぐっちゃぐちゃしてる、もうほらミミックドールもあるやろお前には、でリンホースもあるや、ほら全部弾け飛ばせ、全員弾け飛ばしたろ、素材したれ人間を。あ、カネさんもレベル上がってる、こいつは、あ、ごめん、あの味方なんなら主人公やった。あ、待って、あれ何持ち上げるって何、あ、これは何、なるほど投げる、どうや、おら、いけ、ごはははは、いはいはい、努力自動制御用の魔力炉、これか、これや、みんな撃てる、奥義撃てるぞ、おら、いけ、あ、アルスマグナ知ってる、アルスマグナ かわいい、そのでも決めポーズまだいらんかな、おら、あ、2射2射、あーとデトネーションや、ぶっ壊せるぞ、よっしゃ、でもこれだと俺たち危ないんじゃない、あ、そっか、俺たちはグランサイファーに乗り移せばいいんだ、まもなくその間は墜落します、はい、オッケーオッケー、急いで待機を、乗り込んできた橋のとこから戻ろうぜ、逃げるぞ、大丈夫、みんないる、みんないる、みんないるか、でもうこれこの橋を外すぞ、もうあいつらもう落とそう、この梯子は落とせ、落ちろあいつら、ほら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 、はいーさよならすごい戦略やな、みんな何、後ろよ、後ろ、どうした、大丈夫か、やべえ、なんかとんがったやつ来た、なんか飛んでくるぞ、何これ、フック、嘘、アンカーを引っ掛けたのか、めちゃくちゃシュール、お前らマジか、入れてる方はまだ使えねえから、しつけえなこいつら、なんとかしねえとまずいぜ、どうする、このままでは船体が引き裂かれかねない、このアンカーをぶっ壊さない、アンカーを直接破壊できませんか、オッケー、アンカーぶっ壊すわ、俺は、急ぎましょう、デジェベアレクザンドリア、いや待って、これめちゃくちゃ硬いけど大丈夫かな、これアンカーから離れて、何か仕込まれています、リンゴが仕込まれてる、なんか爆発する、みんな危ない、離れろ、離れろよし、オッケー、ぶっ壊した、まあいつは死ぬやろうな、かわいそうに、命まで奪う必要あったのかと言われると疑問でもあるが、じゃああの船にも乗り込んでもパクるか、やっぱ船はあればあるほどええやん、マジか、じゃあ、おお、視界が悪くなるのでご注意を、大丈夫、あ、来た、こりねえな、またかよ、これは待ち伏せされていた、いや、マジか、まだ来るか、おい、エーテル砲はまだか、撃てんのか、いけそうだ、いける、ぶっ放してやろうじゃないか、ぶちぱなそう、もうこれねえ、相手戦艦なんて持ってんのこれ、いや、ちょっとこれじゃ持たないぞ、規模の軍備、うん、気なくせえな、気なくせえな、やはり教団ってのはしれっと会話に参加してるなやーべえ、それは十字の方向、はいはい、強襲してきます、十字の方向、十字ってどっち、十字こっち、どっちや、どっちを頭にしてる、十字や、こっちか、いててててて、あらららら、エーテル砲に何の役に立たん、異分子ども覚悟しろ、こいつら道連れで墜落してしまいます、嘘やん、しぶと、もう諦めろや、あ、もうぶっ壊そう、もう逆に乗り込もう、もう乗り込め、乗り込んだはいいけど、乗り込んだはいいけど、どこや、あった、やべ、なんか変なロボット、おい、俺は見逃さない、そこに金の宝箱があるのを、いてててててて、開けたれ、よし、こっそり盗みしていくって、ブラックスミス、ホイロックスワックス、これや、みんなこのユニットをぶっ壊そう、リンガダック、オッケー、壊したか、オッケー、1個壊した、
もうこの流れ玉でいけるんちゃう、これもうこいつゴリ寄せも、あっ、こしょ、あ、やった、なんかやったわ、奥義使わずに終わった。ちょっと待って、なんか宝箱あるんじゃん、他に何これ、あ、爆発した、あらー、もう諦めろお前ら。でもちょっと待って、俺グランサイファーと、あれグランサイファーの俺ら戻れなくない、はい、そのまま滑り降りてください。嘘でしょ、そんな無理難題を、嘘、あ、いけた、みんな案外余裕、回復も入った、白髪が増えら、あー、もう寿命縮んだな俺、敵艦が健在なままだ、何か手はないもん、はい、仕方ねえ、血と強引だが船を寄せて直接叩く、もうそれしかないやん、強引だがっていうか、さっきからそれしかしてんねん俺ら。了解しました、では行きますよ。先ほどと同じように、はい、船尾の制御装置を破壊、その後速やかに離脱してください。こいつレベルめっちゃ上がってんなこいつら、ちょっと倒しとくか一応。オッケー、敵殲滅したぞ、ちょっと待てな、こっそりな、乗り込んできたぞ、宝箱あったの、これを壊すのがいいんだけど、まだ奴らを攻撃できないんだ、アイテムこそ殺したぞ、マシンユニットとかに取ったぞ、もうこれ奥義ぶっ放すか、放していい、これ奥義行くわ、はい、ほらアルフマグナや、シャドーバースだとなんか4コスのなんか3点みたいなでペスプレーやったっけ、ほら行ったもうぶっ壊せ、もう行け殺す気でやれほんまに、ほらバニッシュピアス、あ、ついよーい終わりました、ざまみろほんまにざまみろって、まあ、ざまみろや、いきなり来て人の盗んだよお前、誘拐してきやったのクズども、はい、もう今日これしかしてんな、もうこれだけ、あ、何あれ、なあれ何、あ、ビビーや、はい、やべ、え、ちょっと大丈夫、嘘、今ずれたけど、うん、で、あいつらが本ちゃんやから、あー沈んでく、大丈夫かな、でも町とかに落ちなきゃいけよな、これ船が、惚れ惚れする戦いぶりですよ、海に落ちてほしい、歴戦の気空し、足りめだ、お茶の子再生だぜ、よし、このまま突っ込むぞ、ラカムの武器かっこいいね、あれ武器なんか拳銃にも使えるし剣にも使えるっていう、あそこにルイヤーがいるのかな、あ、こいつあれじゃない、あの出た、井戸か、いや違う、井戸のなんか速記みたいなやつだこれ、何者だ、うわー強そう、エルフ族じゃないこれ、耳が、俺の中ガランツァ、俺はガランツァ、最強の白狼兵団を率いる最強の男、これえ、ヤマちゃんじゃないの、グランサイファに何しやがる、誰の声やったこれ、細かいことをごちゃごちゃと、めちゃくちゃええ声、さあそんなことより、うん、勝てねえんじゃないか、試合をしよう、出た試合、殺し合い、潔いな、こいつ一人来たな、楽しませてくれよ、嘘だろ、くだらねえ、いきなり突っ込んできた、勝てるかな、バフかけよ、バフどんどん、ええお前たちの目的は何だ、なぜルリアをさらったの、使って、これ薬も使おう、これなるほど、こういうやつは倒したら意外となんか寝返ってくれるんちゃうかっていう、あ、やべ、あ、ね、すんごい、こういうやからは苦手だぜ、待て、回復、リンクコース、ほら、いけ、いや、強えな、ちょっと待って、こいつめちゃくちゃ強い、めちゃんこ強い、1対何も、1対5で こんなんなる、やっべ、それ食らったら死ぬ、回復、これ回復量が尋常じゃねえ、このおっさんがどんだけ頑張って削っても俺ら回復無限にあるから、多分ジリビになると思う、大体予想してたよ、うわ、何やこれ、マリオパーティーみたいに、マリオパーティーにあるやつだよこれ、
あーそんな待て、あーやべ死んだわ、おい寝てんじゃねえぞ、助けてくれ、ありがとう、蘇生薬は使いたくないもんな、回復した後 HP 満タンなるってのが最強、オーケー行くぞ、アルスマグラ、アルスマグラやったね、ほら行け、そんだけ、他の奥義は嘘、ちょっとあれが加入したばっかりからみんなと息合ってないよ、何これ、八幡嵐、何かとお前死ぬっていう感じが好きなの、ね、よろしくみたいなノリが、あれれ、あ、嘘、ちょっと待って、マジでまた死んだ、嘘、あいつめちゃくちゃ強い、なんかチャージしてる、あ、ブレイク、ちょっと休憩、あ、来た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 、いや、いけいけいけ、あ、いった、ナイス、チェインチャンス、チェインチャンス、めちゃくちゃ死にかけてる、回復して、回復回復、あ、俺も行く、あ、バニッシュピアス、じゃあ俺も奥義打ちます、アルスマグラ行ったれ、すごいでしょ、はい、フルチェイン、3回目です、死ぬの3回目なんですけど、これは僕下手くそだからですが、こんなみんな死んでへんねんな、あ、やべえ、4回死んだ、これまずいか、あ、まずいまずい、それはまずい、それはまずい、それはほらもうやべえ、2人死んだ、待て、ちょっと待って、俺復活させて、俺復活したらあの リンクフォース使えるから、回復しよう、ちょっと待って、こいつめちゃくちゃ強い、初心者が積むポイント第1弾か、積みポイントやこれ、よっしゃブレイクした、やべ2人死んだ、待って待って、お前カタリナさんにちょっと助けてもらって、今は殴った方がいいから、回復頼む、ナイス、オッケー、おっ、いけいけ、もうここで決めよう、もうちょっと待って、俺また死んだ、え、負けたんやけど、こんだけやった、こいつがもうバースト状態の時もう遠く、あーと思ったけど、やべ死ぬわ、これ使った方がいい、使った方がいい、使わなきゃやべ、みんなやばい、みんなやばい、やべ死ぬ、救出救出、よかった、危ねえ、危ねえ、いや2回目死ぬのはまずいよ、全滅2回目まずいよ、言っとくけど、てかやっぱあのね、オーバードライブ時にやっぱ殴んない方がいいわ、でもう通常時はひたすらこのコラプスで遠距離で殴っとく、でバトラーまた来たから、あー八幡嵐に立ち回りちゃんと考えなきゃ、もうそろそろあかんってことや、俺みたいなやり方だと、ぼちぼちで、これちゃんと予告出るから、これちゃんと避けてとどめくるぞ、やっぱ、あっぶね、ちょっと待って、誰だ、グラン、カタリナさん死んでる、カタリナ救出、仲間を助けられたばっかじゃなくて、助けるんだって、回復も回復、やった、で、モコが死んでるよ、そこで、やっべ、お願い助けて、やばいよそれ、やばい、そろそろまずい、いけ、頼む、もうこれで決めに行かなきゃダメだ、これ決めに行かなきゃ、本気でブレイク、もうこれで決めよう、これ決めなきゃ、アートさん、一発、
顔しやがって。あと一発なんだけど。よっしゃ。ちょっと待って。強すぎる敵が。お前、仲間なれや。なんもまだ余裕な表情やん。お前らとの試合、おこの神明を落とす価値がある。神明、もう十分お楽しみいただけたのではなく、あの人や、リリスちゃんみたいなやつ。あらてか、久方ぶりの大勝負だ。見逃せ。やっぱ山ちゃんだよな、これ声。あら、ずいぶんとおつむがお花畑ですこと。のとさんじゃよね、これ。わかんないけど。あ、じゃあ、リリス様の部下だ、直属の。リリス様と声似てると思ったわ。あい、わかった。帰還するとし。おぉ、冷静。聞き分けがいい男だね。お前ら聞き分かってるわ。次に相まみえしとき。試合の続きを。楽しもう。あんだけボコしたのに全然ピンピンしないよ、こいつ。最後にそれはないや、お前。サーフボードみたいに乗ってって言ったあいつ。はちゃめちゃかよ。はちゃめちゃやな。おい、ちょっとおもろいやつやったな。でもさっきの姉ちゃんもいなくなってるぞ。ほんとだ。あの身のこなし、彼女もただものではない。バケモンだろうね。ローランドの赤い船は問題ありません。読み通りです。読み通り。彼らは連邦ネジュリスを目指して。おっと、おいっと、船へのダメージがでかすぎる。いやー、手下であのレベルやったらちょっとまだ俺らレベル足らんわ、これ。え、じゃあもうルリアは終盤まで登場しないのかな。どうなってしまうんや。なんかロンターの超上級。お、もう船またボロボロなってるやん。また霊が、雲が出てきたみたい。少し荒れるかもしれない。せっかく綺麗になったのに、あいつのせいでまたボロボロに。ラカム、これもう行くでいいのかな。これ町に戻る、どうしよう。これ戻った方がいいのか、なんかもうちょいレベル上げるみたいなさ。まあいけるか、まだ吹雪いてきそうだな。だがこのまま追跡するぞ。まあ雪や。僕たちが追う赤い船は雪降ってるやん。粉雪に身を隠すように、粉雪に向かっていた。ロンターによると連なる白銀の山々はその凍りついた世界で、氷の世界なんだロンターの塔。島に近づくほど空は白に染まり、打ちつける吹雪がグランサイファーの傷をえぐっていく。大丈夫これ。それは僕たちの来訪を拒んでいるかのようだった。ポエマやな。雪積もったりしたらなんかね、ちょっと危なそうやけど。あ、そして戦いの舞台はロンターネ島へ。第5章、銀世界に潜む影。あいつ入ってきよった。何あれ、何、うわー、なんかそのまま爆発したら散る。え、これグランサイファー。今度は何なの、今度は何なの。いきなり吹雪いてきやがった。この嵐の中というか、まずお前ら服着ろ。なんかダウンジャケットかなんか。寒くて凍え死んじゃうやろ。特にイオちゃん。あの断崖につける。ちっとばかし揺れるぞ。うわ、ちょっとでもこれミスったらアウトやで。狭道、すごい操作技術やな。あ、ついたか。ここんところこんなんばっかだな。なんだかついてないわね。ローランさん、はい、ちょっといいかしら。吹雪が起こる前、遠くの空に光が見えたわ。光？テンペールの時と同じようなね。あれはやっぱり。はい、おそらく間違いありません。教団が向かった祭壇はそのあたりでしょう。あ、そうなんだ。そうなるとまた青少女が暴走させられてしまうのかしらね。だろうね。だとしてもルリアが待っている。二の足を踏んでいる時間はない。カタリナさんは本当もうルリアしか目にないからね。ちょっと待ってくれ。
グランサイファーがもう限界だ。また修理しねえと厳しいぜ、こりゃ。もうなんか、買い替えようぜ。吹雪。新しいの壊った方が安そうじゃない。今は収まるのを待つしかなさそうだ。歩いていこう。歩いていこう。こんな天気の山を。どんだけ話聞いてたかっていうレベルの提案やな。いえ、意外と悪くない選択かもしれません。お、そうなのか。この先に進んでいくと古い聖堂があります。え、詳しいじゃん。そこで仲間と打ち合う予定なんですよ。仲間。彼女に案内してもらえばこの天候でも祭壇へ向かうことが可能になるかと。へえ。じゃあ頼るしかなさそうだ。彼女、その仲間ってのは女なんだ。きっと魔物も出ると思いますが、うん、テンペールを救った君たちなら問題ないでしょう。いや、もう今さらその実績意味ないぞ。しかしグランサイファーを置いていくわけには。あ、あの緑のやつある。それなら僕にお任せください。はい。吹雪が晴れたらすぐに出せるよ。ロフ、ここに残って整理しておきます。お前行きたくないだけやろ。しかしだな。いや、もうグランサイファー捨てていこう。もう見えて僕便利屋ですから。あのグランサイファー捨てて、あの赤い船奪えばいいんだよ。いまいち信用できないとか。いまいち信用できないとか。なんかまださ、そうなんだよな。ローランに対する、なんかこう、違和感みたいなのがある気がする。待て待て、信用してないってわけじゃないぜ。うん。できれば任せたいとは思ってんだが。まあ、ラカムはちょっとな。ったら強がっちゃって。やっぱ、グランサイファーへの、なんか自分、お母さんみたいな存在だからね。そういうんじゃねえよ、ローラン。男ってのはそういうもんなんだよ。グランサイファーのこと、頼めるか。ずっと使ってきた筆箱を捨てられないと同じや。もちろんです。物に愛情、愛情とか情が湧いちゃうの。きっと元気にしてみせます。なんかローランがラカム君って呼ぶの違和感あるな。それじゃあ凍えちゃわないうちに先へ進みましょう。はい、早くルリアを助けなきゃ。助けに行くか。じゃあ、うわ、寒そうだ。これはここまで寒いと錬成に影響が出るな。錬成状態を分析して士気を調整するか。カリオストロも主人公みたいな立ち位置やん。まずはさ、これもう武器強化していいっすか、がっつり。これ上限解放した方がええんかな。まあ、ちょっと試しにやってみよう。レベル20ぐらいまでもうぶっ込むか。多分こんぐらいやるべきなんだろうな。ちょ、カリオストロとりあえず最強にしといて。いや、てかもう行くわ。カリオストロのやつもこれ全部ぶっ込む。いいっすよね。あ、商品入れ替えしてる。何限定品って。地獄の爪？ラファールコインがそもそも足りねえから何も買えられねえじゃん。なん、ああ、緑の結晶は買えるらしいぞ。しかも丸石意外と貴重なんだな。でもなんか何に使うかいまいち分かってないから。何これ、気絶耐性とかでも買っとこう。闇のやつ買っとく、これ一個ぐらい。あ、じゃあ、ブレンのかけらだから、これあれだ、武器を強化できるやつや。あ、じゃあもういっぱい買っといてよ。行くか、じゃあとりあえず俺が指揮を取る。なんで戦ってんの今。なに、あ、なにこれ。これは壊しちゃった方がええん、これ。あ、なんか、え、なにこれ。枕雪ドロップするんか。これ壊すべきなんか。じゃあこれ、おお、アイテム、あられ柱。うん、いや、こんなのお茶の花再々でしょ。武力でぶっ壊せばいいんだから。うわぁ、すんごい世界。いや。ほら。あ、ぶっ壊した。やばい、それまずい、マジでまずい。いや、行って200ダメージ食らっちゃった。あいつの8万嵐よりも軽くあるわ。あ、来たか。うわ、ほんまや。ちょ、お前ら、ここから押したら死ぬぞ。気をつけろよ。お、待て、俺は、うお、そ、アイテムあったんだって、今。何これ。うわー、スケルトンじゃん。氷漬けの野郎は。ネクロマンサーしてきそうだね、こいつらね。随分にぎやかになってきた。ボーンフロスティやって、コーンフロスティみたいで、なんかうまそうな甘してんな。まあ、ただ、こんな雑魚どもに、かまげてる暇ないと。なぜなら俺は武器のレベルを27まで上げたから、ね。しかも回復もお前らかましてやろうぜ。ちょっとさ、もうもうこんな奴らにかまけてるのバカらしいからよ。そならやっとけ。はい、余裕。はい、レベルもしっかり12に上がっていく。ね。
まあでもいいんじゃない、そのホワイトクリスマスみたいでさ。先を急ぎましょう。いいぞいいぞ。ちょっとじゃあ、これ宝箱とか結構端っこに落ちてるケース多いから。ほら、なんか落ちてる。ほら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 、リトルスニッパー落ちてるでしょ。これも壊せるの、これ。まずいまずいまずい、危ない。悩めの、なんでそんなことする。これ壊す意味があるってことやからな、絶対間違いなく。危ない、壊すメリットがあるからダメージ食らうんやろ。オッケーオッケーオッケー。うわ、何これ氷柱か。この宝箱も見逃せないね。ラワールコイン、わーいいね、98ルピー。よし、順調に来てはいるぞ。かなり、何、おい待て待て待て、クソレアなやつには取ったんじゃね、これ。エピッククラスや、クオンの表彰。灼熱の炎にさらしても溶けないという。じゃあ試してみよう、溶けたら詐欺な。来た来た。おい、ちょっと待って、宝箱もある。よいしょ。お、いいっすね。マスタリーポイント。あ、マスタリーポイント後で増やそっか。もう79ポイントある。てか、カリオストロ何これ。カリオストロ、もう スキルゲージめちゃくちゃ伸びてるやん。火力。メヘン。アレクサンドリア弱そうやからメヘンに変えとくか。闇属性やし。おお、クリティカル確率も上げとこう、2%。へえ、え、何これ、武器にも使えんのこれ、ポイント。はあ、使い道がありすぎてこれ永久に足らへんぐらい。カタリナさんもじゃあ上げとくか。よし、単純なしこの火力上げとこう、こいつは。なるほど、ラカムさんもスキルを、これでもそうやな、スキルはこのキャラごとになるからな。何それ、もういいよ、お任せで。お、使ってみるか、アビリティ。こんなもんにしときますか。だいぶ強くなったんちゃうか。で、その待ち合いしてる女の子って誰。あ、この人や。え、あなた方、あ、こいつやべ、知ってきたか、視客が。こいつ子供やろ、どう見ても。ごめん、遊ばせ。え、ちょっと待って、なんかすごい手下と持ち上げてる。なんだそれ、なにそれ。橋崩落した。お嬢、殺すなって命令だったんじゃ。あのガランツァ将軍と渡り合える相手、まあそうやな、多少の足止めにしかならないでしょう。まあ死にませんよ、こんなので。引き続き彼らを監視して、下敷きなんて死んでたらどうしよう。お嬢やって、何者やろな、こいつな。ムカつくわ、こんなちっこい子供に何もできないんで。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして。何何言うてんのお前。そろそろしばくぞ。全然生きてる、全然生きてる。ったく、もう落とされんのは勘弁願いたい。全然ピンピンしてる。みんな、え、待ってちょうだい。何、ロゼット、あ、なんだ。やばそうなやついるぞ。うわ、気持ち悪いな、これ。バッケンフルフルやん、これ。うわ、なにこれ、ナザルボンジュ。ナザルボンジュレベル18ある。さっきの将軍より強いぞ。メン、痛い、メン。格下の魔物？大丈夫これ。地下まで通信が届かねえ。そんじゃ、早いとここいつを届いてないんや。なんかでもそんな強くなさそうじゃない。はい。なんかいけそう。柔らかい、結構肉質が。なにこれ。この、なんだこの。あ、いた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 。だって見てこれ、470ぐらい入ってるで、この渦だけで。さっきの将軍にはこれ170ぐらいしか入らなかった。これ連打するだけでやん、これ。ほら、だいぶ肉質は柔らかいと思う。メヘンもある、アヘンもある、ミミカルドールもあるやん。マジか、それはまずいな。エンドザミックレイ、これは来るね。
やばいね。ちょっと待って待って待って、何これ、縄跳び、これ大縄跳びや、縄跳びや、あー、違う違う違う、それ無理無理無理、それ無理無理、一緒回っとけお前、オッケー、どうした、いいもんも、いけ、遊びは終わりだ、アルスラグだ、すごいでしょ、おっしゃー、もういけいけいけ、もうぶっ倒せ、多分氷は効かなそう、こいつに、どう効くか、プロミネスフレア、うわー、7800いた、なんかあたり燃えてる、もうこのまま氷溶かそう、全部オッケーまあ楽やったな、奥義も温存できたし、レベルもがっつり上がったわ、なんかあの通常攻撃が一番強かった気がする、右クリックの飛ばしてるだけで500ダメージくらいやってたし、レベルもしっかり上がっていく、ま、なんかししの、なんていうのこれ、ししも枕谷って読み方がわからんね、これ教中か、来た、うん、拾っていけ、近い、これ回収しろ、回収、ああ、ルリアは明らかに何か持ってるからな、まあ、あのルリアはあれやろな、モンスターを封印する力を欲してんのやろな、あいつらが、とにかく今はまず上へ戻る道を探さねえとな、待って、こっち、ちょっと待てよ、これも壊そうじゃない、これ、これ多分進行方向じゃないんやけど、あ、行き止まりか、なんかアイテムあるやろ、さすがに、いや、なんか出てきた、なんかバケモン出てきた、何やつ、シルバースライムって、こいつ脳技使うわ、なんかこいつ使うわ、こいつなんかめちゃくちゃ強い、てか硬い、アルスマグナ何点入る、13000ダメ入った、おい、あ、経験値お化けみたいな感じ、はぐめた的な、名前でもシルバーやもんな、だってわざわざあんなさ隠してる意味なくない、じゃあレアモンスターやったん、今のやつ、シルバーデビルみたいなやつ、ああそういうのもおんねや、いや、よう見つけたな今の、出たー、この変なやつ、これ、これは一回やった、大丈夫、これ一回やったやな、大丈夫やな、やれるよな、お前らなら、はい、まだ、うん、そうやん、嘘やん、あとは飛び方わからん、で上に行き方わからん、これ、あー落ちた、また挑戦してみようぜ、よし、いけいけ、待てよ、これはこう行ってこっちや、ほらこっちや、ほらほらほら、あったあった、道、ジャンプジャンプジャンプして、ジャンプして、あとは、あとそれ、オッケー、ん、取ったよな、よっしゃー、押したけど、オッケー、うわ、2004ルピー、じゃああとここぶっ壊して、いつになったら着くんじゃ、わしは、やっべ、あの化けもまた、あれ虫で嫌だもん、あ、宝箱ある、あげよう、よし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 、来たか、ついに、え、ちょっと待って、バカ広い、バカ広いんですけど、なんだここ、でもこっちがいけないのか、そのなんかしょうもないやつはなんとかしろって、お前ら、俺その間に氷をぶっ壊して、しょうがリンゴタックぐらい、俺がここに宝箱あるでしょ、こういうのも全部回収するんだよ自分、めっちゃ戦ってるやん、あいつら、次もこの調子でいこう、めっちゃ戦ってるやん、次はもっと上を目指してやるぜ、そうだな、よし来たか、ここかな、待ち合わせの場所って、何ここ、うわっ、何あの冥王の扉だ、パチスロで出てきたら激アツにしてたね、これね、いやなんかアイテムとかなさそうやな、オッケー、じゃあ行くか、待て、あ、何また、おい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 、クズどもが何匹集まってもよ、所詮クズだからよ、秒で終わらせるわ、
やべえ、これ無限脇か、これキリないな。なんかしかも合体そうじゃないこいつら。そのうち合体したらさっきのやつになったら嫌やな。そうだな、やるぞ。何、あとは任せときな。やるぞって何、魔法陣な、何な、何が始まるのこれ。何やばい、なんか爆発しそう。あ、すんごい。あ、何が起きたの。俺が聞きたいよ、それは。それは俺が聞きたいよ、一番。え、誰こいつら。こんな木の中をヒールで歩いてる時点でただもんじゃない。あ、この人か。待っておったぞ。こいつだ。旅の聞く。ローランが待ち合わせしたの。こいつだ。我はイストリア。イストリアス。マロース表層員の長である。へえ。もう実はなんか200歳ぐらい生きてそう。ぶしつけで申し訳ないが、ローラン殿の仲間というのは貴殿のことだ。多分そうじゃない。いかにも、うん。この山にアビア教団が来なかったか。赤い船なんだが、祭壇のあるこの先へと降りていった。いつも思うんだけど、この奴らが踏み入ったせいで胸当て、ちゃんとやっぱその人のバストに合わせて作ってんねやろな、オーダーメイドで。ここでも星神様、カタリナさんとかも同じような感じのね、服ですけど。空に荒れ狂う吹雪は星神様の怒りによるもの。我はその沈む。怒ってんねん星神様が。ね、私たち教団の人たちを追ってるの、うん、一緒についてってもいい。この先に続く道は聖域。聖域。道中の扉は我の術でしか開く。じゃけてよ。だがよそ者であるウヌラを、なんで左に立ち入らせるわけには。なんとかちょっとお願いしよう。ルピなら一応1万円ぐらいある。一緒に行かせてお願い。そんな情に訴えかけても、そんな許してくれるわけが。もう一押ししてくる、してみるか。たとえ断られても諦めます。もう一生これ頭下げ続けよう。わっぱと思いきや、わっぱって見つかわしくないほどに豪胆だな。豪胆に豪快に行くから俺たち。ローランが入れ込むのもうなずけ。こいつローランを結構信頼してんだな。見ろこのまっすぐな眼差しを。救いたいんや俺はルリアを。マナコに耐えぬ炎の意志を宿し、うん、容易ならざる宿命を。よかった、なんとな、なんか、愛わかった。許してくれそう。好きにするがよ。やった。やった。ありがとう。この人優しいな。聖域ではイストリアスさん。毛量どもがはびこる道で。市民毛量。ウヌラにも働いてもらうぞ。もちろんです。望むところだ。さあ、先を急ごう。行くか。どうしたの。その隔たき御心のもと、え、隔絶の門を開き、あ、これさっきの、あ、これで開くんか。何、とてつもない魔力だ。私も氷の、どうなの、カリオストロとどっちが強いのこいつと。これは尋常ではない。え、なにこれ、開くんか。すごいうなってる。うわぁ、術はなった。あ、いた。参ろうぞ。行くか、トルダーム宮へ。